なるほど。大体、今月1月の給付金というのは1万7000円ぐらいしかなかったんですよ。そしたら、年金と合わせても、いくらになります？そうですよね。4、まあ、6万か7万ぐらいですよ。はっきり言って。それでどうやって生活すればっていうんですか。だから、もう食事だけないわけです。今日はよろしくお願いします。お願いします。早速ですけど、質問をさせていただきたいんですけど、最近、入院をされてたっていうことやったんですね。あ、糖尿病の検査入院やった。ちゅうことは、もう全然糖尿病でどうやったんですか、実際結果は。だんだん今は良くなってるんですよね。ちなみにじゃあ、入院費は、ただ。入院費は、まあ、ただっていうのは、全くただじゃないですけどね。要するにテレビとか部屋に見るじゃないですか。その分は払わないかかる。自分で。その他の医療費っていうのはただです。食費もただ。食費もただです。あ、なるほどですね。ただです。ただっちゅうは、まあ、ほうなのから。で、ちなみにそれ、どのぐらい、最終的にお金、いくらぐらい取られたんですか？その退院するときは。全体の金額は分からんですね。その退院するときにですね、その、精算してくださいっていう話にならんやったんですか？それは、自身のテレビ台だけですね。テレビ代だけ。ということは、1日200円とか、そんな。7000円ぐらい払ったから、あ、1ヶ高月で。いですね。それはちょっとなかなかの金額しましたね。なるほでど。も、今度入院するときはもうテレビで撮らないテレビを持っていく、入院です。す持ってきゃせんける。ども、もうほとんど見らんですもん。まあ、見ない人なんですね。全然見らんけん。まあ、あったら退屈しのぎになるかなと思ったけど、ほとんど見らんですね。なるほど、なるほど。わかりました。なら、ちょっと入院しとった件ですね。ちょっとその話はどうしても聞いておきたかった件が。あと、今回のちょっと本題じゃないけど、大体というか、その収入を教えてもらいたいんですよ。収入は国民年金ですよ。厚生年金ですよ。国民国民、年金かな。はい。からと、市からの給付金になるんですね。合計で大体どのくらいですか？ 1 ヶ月。前までは合計で大体1ヶ月10万ぐらいあったんですよ。月に10万。今はないですけどね。で、要は、例えば年金をもらう、年金ですね。国民年金をもらう前は、月にじゃあ10万ぐらい市から振り込まれてたと。という認識で。しからですね、国民年金をもらう前は、毎月11万ぐらいしよったと思うんですね。なるほど、なるほど。で、ちなみに、じゃあ毎月決まった金額11万ぐらいが振り込まれてたと。ということですね。そういうのは予定が立つですよね、こっちも。毎月、11万かと。そうですなよら、それね。で生活すればいいんだと。今は、全然。そうですよね。国民年金振り込まれるでしょうか。それを、国民年金は2ヶ月一遍だから、振り込まれた金額を半分せないかんですよね。考えとしては。そしたら、給付金っていうのは、もう、ごぼっと減るからですね。ちなみに国民年金は、いくら振り込まれてますかね。前は7万5千円ぐらいですね。2ヶ月で。ということは月に3万5千円、まあ3万6千円、7千円ぐらい。ということですよね。で、その時、市から振り込まれてるお金が、6万、まあ7万弱ですね。ということは、大体合計で10万円ぐらいが、そうまそうそう。あ、1ヶ月生活できるお金ですよ、ということやったわけですね。なるほど。それならなんとかこっちも生活できるんですよ。だけど、要するに、私は老齢年金もらう、今度からもらえるんですよね。老齢年金がいくらもらえるかっていうことですよね。
そうですね、そこがまあ、そしたらその分を寄付金がぼっくり引くわけですよ。なるほど。要するにそれでそこまでもそれまで引くからものすごく下がるんですよ。なるほどなるほど。大体今月1月の給付金というのは1万7000円ぐらいしかなかったんですよ。そしたら年金と合わせてもいくらになります？そうですよね。4、ね、まあ、6万か7万ぐらいですよ。うん、はっきり言って。それでどうやって生活すればいいんですか？そうですよね。じゃあちなみにその家賃はいくらですか？ここは家賃は3万2000円ですか？3万2000円。まあ、その、残りじゃあ3万円ぐらいでも全てを。そうです。それに電気代、水道代、ガス代って入ってくるわけでしょ。だから、もう食事代がないわけですよ。ですよね。それは、厳しいですよね。それで、安さ、市の方にも私掛け合ったんですよ。掛け合っても出らんですね。一銭も。お金も貸してくれるんです。ああ、なんかありますよね、借りる。いや、それも貸さんって言うたです。はっきり。まあ、生活保護の件が、要は、返すお金は生活保護の中には入ってませんよっていうことですよね。そうです。なるほど。受けるなら、どうで、貧乏人は死ねって言うとですかって私言ったんですよね。いや、要は、じゃあ年金かけてなかった方が得じゃないかって。そうそうそう。受けて、年金もらう方が良かったねって言われる。それ言われたんですか？言われました。はっきり。あ、そうですか。それは随分ちょっと、市役所の人間が言う言葉ではないですよね。要するに国が決めたことだから、まあまあ、それはそうなんでしょうけどね。勘弁してくださいね。っていう感じでね。だけど、向こうの言うことも分からんでもないわけですよ。まあまあ、まあ、その税金で、その分を払ってるからですね。なら今まで僕は昔、毎月10万ずつ、10万以上ずつ払ってきてるわけですよ。国民年金、健康保険で。そうですね。はい、いい時は。だけど、なら、その分を全部返せって言うってなんかろうかっていうわけですよね。本当そんな感じですよね。実際今困ってるから、その成果できるだけ出してくれって言うわけ。それもできないんですかって言ったんですよ。なるほど。じゃあ月々にまあ6万円7万円弱ぐらいしか収入がないとなってくると、1ヶ月にまあ食費を含めてその自由に使えるお金っていうのはもうこれも愚問でしかないんですけど、もうほとんどないと。ないです。ですよね。1ヶ月に自由に使えるお金はっていう質問を考えてたんですけど、すげえ、もうへつらもそこら辺の草を取ってきて食わないから、ね、そうですよね、はい、要するにこの家賃っていうのはもうどうしようもないですよね。ですよね。必ずもう本当雨中節約はできないからですね。しのいでもらえるんやから払わないかんでしょ。これをまさかね、払わんわけにはいかんからね。実際1月は1万何本しかもらってないから、はいはい、家賃も今払ってないんですよ。電話して。言ってるんですよ。はいはいはい、もう、すいませんけど、ちょっと遅らせてくださいと。で今度の、31日に、また、給付金が入るんですね。はいはいはい、また年金は入らんから、給付金が入るんですね。はいはい、それで払いますからって言って。でもそこで払ってしまうと、また次が、大変ですよね、給付金で家賃。いや、今度はほら15日に年金が入るから。なるほど。それまで持てばいいわけですよ。ただもう毎月毎月が、そう、毎月そんな感じです。なるほどですね。まあ僕は向こう市の方が言うのは要するに老齢年金で増えたでしょと。実質減ってますよね。増えてからね、こういう、減ったらいいやんっていうわけですよ。また増えも人らんとに、なんでするかと。そうですね。2月ですよ、年金は。それで、1月からが、その減られたらね、生活できるんですよ。確かにですね。次の質問、ちょっと、良い面は何ですかとか聞こうとしてたんですけど、
まあ確かにその病院代は無料になったと思うんですけど、うん、そういうふうに言ったんですよ、はい、なんかずっと病院に入院しとこうと。ああ、そうですね、うん、そうなりますよね、うん、そっちの方が金かかるじゃないとって言って、うん、確かに確かに、うん、そうですね、なるほど、わかりました。じゃあまあちょっとここからはですね、一般的な話も含めてなんですけども、はい、この地域っていうのは車は持つことができますか？うん、できるみたいですね。ああ、そうですか、はい、ならあれです。ただもう現実的にその家賃がまあ払えるか払えないかみたいな。そう、車持つところの話じゃないですもん。そうですよね、うん、車持っとったほうが今度は維持費がガソリン代、駐車場代もかかるし、うん、まあ、車を動かすのはちょっと、うん、まあ、多少街の中ではあるんでですね、まあ、車が絶対ないとっていう場所じゃないんで、そこはあるんでしょうけど、あと、ちょっと最近ですね、ほら、よく、ペイペイみたいなやつがあるじゃないですか。はいはい、で、あの辺っていうのは多分、まあ、スマホがあればですね、多分できるんじゃないかなと思うんですけど、クレジットカードがちょっと気になってたんですよ。これ作りました？クレジットカードは、電話会社だけ持ってます。あ、作れるのは作れるんですね。はい、電話会社は それは前倒し作れるのは作れるけども、はい、お金を貸してくれとかそういうのはできない。あ、要はキャッシングみたいなのも絶対できないと。ない、はい、あ、やっぱそん、ただ物を買った時に、はいはい、分割とかそういうのはできるんです。はいはい、あ、そうなんですか、うん、それ市役所とかっていうのはまあ、許可がいるのかどうかもちょっとわからないんですけど、許可が一旦してももう知らんかしら。まあ確かにですね、わからんでしょ。まあ、でこっちもそんな大きなのはできないからね。うん、100万円の買い物はできないからですね。うん、で枠が決まってますもん。このカードはいくらまでとか、例えば、まあ、20万30万ぐらいまで。なるほどなるほど。で、まあ、多分ですね、市役所もその貯金絶対ダメだよとかそんな話ではないと思うんですけど、はい、貯金ちなみにおいくらぐらい今やるわけないってね。そうですよね。それがあるから、うん、いや実際ちょっとですね、まあ貯金をしてたんで、その要は生活保護費を減らされたっていう話はあるんですよ。でもなかなかその話ですね、ここの地域は通帳の中にいくらまでって言ったかな、はい、そんな大した金額じゃなかったですよ。十何万、それぐらいまではいいと。ああ、そうですか。いうことを僕聞いたよね。まあ現実的にはもうちょっと何も買えないですよね。そうもう本当だって冷蔵庫を壊れてしまったりしたら、はい、まあ10万ぐらいは普通に安いやつ買ってもしますからね。ですね。息を殺してじーっとして生活せないかんですよ。本当ですよね。そこら辺が要するにこの給付金の意味ですよね。要するに一般水準の生活ができるようになんか給付金を出しますっていう、うたい文句じゃないですか。まあ最低限の、ね、最低限の生活ね、はい、その最低限の生活もできないんですよ。なるほどなるほど。それができるなら何も文句言わんだ。なるほどなるほど。まあ夏にじゃあ冷蔵庫壊れた時に貯金ゼロですけどどうしたらいいんですかと、いうことになるということですよね。なるほど、わかりました。あとですね、まあケースワーカーさんはい、っていうのは大体どのぐらいしばしば頻繁に来られる？ 2、3ヶ月に1回ぐらいですかね。全然来ないですよね。全然来ないというか、まあそんなもんなんですかね。何もこっちに心配事っちが不正を働きようとか、そういうのをやったらもう月に1回ぐらい来るらしいんですよ。あ、そうですか。うん、で、あ、この人はまともな必要だって言ったら期間が長いらしいんですよ。なるほどなるほど。あの人たちもほら、そんな暇やないけん、忙しいけん、そんな1ヶ月いっぺんもうみんな回りきらんでしょ。そうですよね。なんかそんなふうな仕組みらしいですよ。市の、まあ市役所の職員ということはないでしょ。なんかどっか委託してやるような。いや、市役所の職員、僕の場合は。ああ、そうですか、うん。何をちなみに話します？何も話すんです。体の具合はどうですかとか。あ、そうですか。うん、そんなもんですよ。
逆に年収いくらですかとか聞いたらいいじゃないですか。そこそこ多分、もらってると思いますもん。あんな立派な、言いました、あんな立派な建物でお仕事されてるんだから。言いましたよ。あ、そうです。もう、あなたたちは、ね、我々がどういう生活してるって分からんでしょって。ね、一言やもんって。いくらこっちが文句言っても、ああ、そうですね、そうですねって聞いとけば、その日に忘れると。うん、あくる日は思い出せないやろっていう、うん、まあまあそうでしょうね、うん、まあ、そのもちろん物理的にその抱えてる人数もたくさんいるでしょうし、そうで言ってもやっぱ自分のお金じゃないんで、うん、あ、もうひょんと一言ですもん、これはまあ別に市役所の職員だけでもないんでしょうけど、うん、まあなかなか自分のお金じゃないとですね、それはもうわからないっていうのは、そういうか、今月金もらったら本当借り来るよって言ったらその俺の担当のやつはまあいいですよって言うわけです、うんうんうん、その上質なやつはもう絶対ダメって言うんですよね。あ、なるほど。顔見たことなければそうなんでしょうね、うん、わかりました。じゃあまあ昔その、まあ、会社されてた頃っていうのはどんな仕事をされてる、建設業ですね。なるほど。まあ時はバブルで多分すごく、まあ、バブルはもう本当 2,3 年で終わったけどね。ああ、そうですか、まあいい時は良かったですね。なるほど、まあ、最高年収っていうのは、最高年収は1500万ぐらいだったんですかね。まあ、やっぱすごいですね、まあ、今じゃちょっとまあまあ儲かってる社長さんいっぱいいるんで、夜僕はあんまりお酒飲まん方やけど、やっぱ、連れがおるもんやから、毎日行くわけです、飲むところでね。それで、1ヶ月でやっぱ300万ぐらい使ってましたもんね。まあ、まあ、会社の経費は使ってたでしょうからね。会社の経費、自腹ですよ。あ、自腹でですか。うん、僕は会社の経費は使わないから。ああ、なるほど。すごいな。まあ、すごいな。いや、その時に税金いっぱい払ってたはずなんで。そうなんですよ。うん、その時にもう最高額。これ以上払い、取らんですよっていう額払ってたんですよね。そうですね。その話はやっぱちょっとよく聞くんですよね。うん、昔本当もう、サラリーマンが一生かかっても払えないぐらいの金額の税金は、もう全然払ってた。正直払ってると全部もらったら、もう本当1000万、2000万ぐらいあるじゃないですかね。うんうん、本当です、本当です。それは多分あると思いますね。で、毎月のことやから。そうなんですよね、うん。本当払ってる金額を考えればすごいと思うんですよ。うん、でちなみにその、まあ、バブル崩壊の煽りっていうのがあったと思うんですけども、はい、まあ、飲食業もされてたってやっぱ聞くんですよ、はい、それはやっぱり、本業であったそのなんかな、建築業が建設関係の仕事がちょっと傾き始めたから始めたっていう感じ。いや、違います。そういうわけでもなかった、うん、要するに人間に欲があるじゃないですか、はいはいはい、だから建設業をしながら飲食の居酒屋の店をしよったわけですよね。なるほど、なるほど。しよったちがさせよったんですよね。僕は屋台も買ってたからですね。うんうんうん、で、その居酒屋の店を、2軒しよったわけですよ。うん、だけどそっちもやっぱりうまくいかないんですね。バブルが弾けたから。ああ、まあタイミングがですね。タイミングがあったですよね。やっぱり。なるほど。つけん、負債が大体2億ぐらいだったですかね。最後、まあ、潰れるときというときですか。うんうん、ああ。そげん、もう家から何から全部手放して、こうなったわけですよ。まあ、こうなるまでにいろいろあったでしょうけどね。うん、なるほど、なるほど。生活保護もらうきっかけになった、その、怪我ですね。はい。がなければ、もしかしたらまた違ったですね。そうですね。うん。ことになってたかもしれないですし。まあ、まだ働いてたでしょうね、多分。だけど、こればっかりは、ほら、脳梗塞やから、ね。あ、そうですね。ね、脳梗塞になって、で、まあ、普通の人が軽いけど、うん、で、車乗り出して、で、事故やったでしょ。うん、だから、もう、それで丸く引退ですよね。うん、そうですね。うん、なるほど。わかりました。じゃあ、今日はお忙しい
かどうかちょっとわからないですけど、わざわざ時間作っていただいてありがとうございました。いいえ。